自分は筋トレに加えて1日2食、括弧1食分の量は3食の時と変わらず、という方法で1ヶ月で 3.5 キロほど減っていて、このまま続けていこうと考えていたのですが、この話をすると友人にはやめた方がいい、痩せないと言われました。やはり3食を健康的に食べて痩せる方がいいのでしょうか？括弧2食生活は全く苦ではないので、もし大丈夫ならこのまま続けるつもりです。わあ！どうも、渡辺学徒です。大体の人が理解してると思うんですが、太る理由って食べ過ぎなんですよ。だからダイエットではその食べ過ぎをなんとかしましょうという話になるんですが、めちゃくちゃシンプルな方法として、それまで1日3食食べてた人が2食に変えるというもの。まあ、この方法は誰にも簡単にできてすごい人気なんですが、結構インターネットで見てみると賛否両論です。今回この話をしたのはこんなコメントをいただいたからで、自分は筋トレに加えて1日2食、括弧1食分の量は3食の時と変わらず、という方法で1ヶ月で 3.5 キロほど減っていて、このまま続けていこうと考えていたのですが、この話をすると友人にはやめた方がいい、痩せないと言われました。やはり3食を健康的に食べて痩せる方がいいのでしょうか？括弧2食生活は全く苦ではないので、もし大丈夫ならこのまま続けるつもりです。結論から言うと、1日2食が苦じゃないんだったら別に続けても問題ないでしょう。1日3食食べれば健康になるというわけではないですしね。で、一般的に1日3食、特に朝ごはんをしっかり食べると健康的かつ痩せると言われています。実際に朝食を食べてる人の方が肥満や健康のリスクが低いとした研究もあります。ですが、これらの研究って観察研究なんですよね。つまり朝食を食べたから健康的になったのか、健康的な人がたまたま朝食を食べることが多いのかがわからないんです。まあ、実際朝食を食べることに特別な効果はないと思います。で、ご友人は1日2食で痩せないと言ってるそうなんですが、それは間違いというか逆だと思います。体重の増減は1日のカロリーバランスによって決まるので、1食抜けば摂取カロリーも当然減って体重が落ちる可能性は高くなります。実際に質問者さんは1ヶ月で 3.5 キロ落ちたそうですしね。なので、質問者さんが1日2食で辛くないのであれば、別に続けても問題ないと思います。ただ注意してほしいのは、1日2食で問題ないというだけで、僕は1日2食を推奨しているわけではないです。1日2食がストレスになるという人もいるでしょうし、拒食症など摂食障害の経験がある人はむしろ避けるべきでしょう。あと、1日で同じカロリーを摂るのであれば、2食よりも3食の方が食事の機会が増えて食品のバリエーションも増えるので、栄養価的には1日3食の方が充実する可能性が高い。まあ、ストレスなく1日2食を継続できるなら別にいいんですけど、その場合はまず無理をしないこと、そして食事の回数が少ない分、1回の食事のバリエーションには気をつけて栄養が偏らないようにしましょう。それでは最後に今回の内容をまとめます。1日2食でも普通に痩せます。体重の増減は1日のカロリーバランスによって決まるので、食事の回数が減れば摂取カロリーが減る可能性も高いですからね。なので、無理なく続けられるのであれば、そのまま継続しては問題ないと思います。ただ、それは1日2食を推奨するわけではないです。あくまで問題がないというだけで、むしろ避けた方がいい場合もある。なので、1日2食を続ける場合は無理をしないこと、そして1食で野菜果物をしっかり食べて栄養価が偏らないようにしましょう。まあ、基本的にどの方法もメリットデメリットあるので、1日2食にもデメリットはあるでしょう。ただ、そのデメリットが受け入れられるのであれば、継続しても問題ないと思います。自分の好みとかライフスタイルを考慮して、自分に合った方法を取り入れるようにしましょう。